出会いの物語が任天堂スイッチで帰ってくるんだって。普通の小学生だったのに妖怪が見えるようになっちゃった。日常にあふれる困ったことは全部妖怪のせい。俺の夏休みどうなっちゃうの。妖怪ウォッチ1 for 任天堂スイッチ好評発売中。妖怪ウォッチ4でイカカマネ議長が友達に。